皆さん、こんにちは。国産車の場合、通常、ハンドルの左側にあるレバーがワイパーのスイッチになっています。そのワイパーのスイッチは、4段階の使い方が選べるようになっているのが一般的です。そこで今回は、便利なワイパーの機能の使い方についてご紹介します。1.INP オフの状態からワイパーのレバーを一つ下げると INP。INP はいわゆる間欠ワイパーのことです。小雨などで絶え間なくワイパーが動くとかえって鬱陶しいような時は間隔を空けてゆっくり作動してくれるこの INP が重宝します。ワイパーのレバーにダイヤルがついていて、この間欠ワイパーの作動間隔を調整できる車も多いので、雨量に応じて微調整するとストレスが軽減するのでおすすめです。2. ロー INP の位置からもう一段レバーを下げるとローになります。ローはゆっくりかつ連続でワイパーが動きます。だいたい1分間に45回前後動くのが標準です。小雨以上、大雨未満の雨ならローがいいでしょう。最も使用頻度が多いですね。ローでワイパーを動かすような時は昼間でもできるだけヘッドライトをつけて視認性を高めるようにしましょう。 3. はい、ローの位置からさらに1段下オフの位置からだと3段目一番下の位置がハイになります。大雨豪雨の時にワイパーを最も速く動かせます。毎分70回ぐらいの速さで連続して動くのでかなり高速です。ハイでワイパーを動かす時は相当視界も悪いのでヘッドライトの点灯は必須になります。ハイドロプレーニングなどのリスクも高まるので速度を控えめに注意深い運転が必要です。 4. ミストオフの位置からレバーを押し上げるとミストになります。ミストはライトで言えばキャッシングのようなもの。レバーを押し上げた時にだけゆっくり1往復だけワイパーが動きます。霧や何かの拍子に水滴がついたような時、さっと一吹きするのに便利です。5. その他、その他にもレバーを手前に引くと引いている間はウォッシャー液が出てワイパーがゆっくり動きます。花粉や虫の死骸、鳥の糞、油膜、泥などでフロントガラスが汚れたらウォッシャー液を使ってきれいに拭き取れます。自動車用のワイパーは約100年前に発明され、原理、構造はほとんど変わっていませんが、雨水だけでなくその他の汚れを取り除く役割もあるので、まずは今のワイパーを十分に使いこなせるようにしておきましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。